32枚目シングルの発売日が変更だって。ちっちゃいことは気にすんな、それ若ちこ若ちこゆってぃ。よく見たと思う、そうじゃないそうです。ということで、先ほどですね、乃木坂公式サイトのニュースが更新されまして、なんとですね、32枚目シングルの発売日が変更になりましたと。2023年3月22日に発売を予定しておりました乃木坂46 32枚目シングルですが、商品の制作上の都合により発売日を2023年3月29日に変更させていただくことを決定いたしましたということで、もともとね、2023年3月22日発売だったのが3月29日に変更となったっていう、これはね、本当にしょうがないというか、商品の制作上の都合っていうことなんでね、まあより良いね、作品になると思いますし、この32枚目シングル、まあこっち側からしたらね、まあ、1週間、ちょうど1週間なんですよ。3月22日から3月29日、ちょうど1週間遅れるってだけなんで、まあまあそんなにね、なんか1ヶ月遅れるとか、まあ、そういう感じではないので、もう全然大丈夫というか、まあ今後ね、いろいろ32枚目シングル、まだ表題曲もね、解禁されてない、タイトルも分かってないし、まあ5期生曲ぐらいだと思うんですけど、もうね、いろいろ出てくると思うし、まあ、楽しみなことにね、変わりはないんで、発売日が3月22日から3月29日で、ね、変更になったよということで、今回これで終わりだと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので、概要欄からフォローしていただけると幸いです。バイバイ。嫌いだ。